リエンツは、オーストリアのチロル州、リエンツ郡の基礎自治体、チロル州の飛び地である東チロル地方の中心の町。人口約1万3000人、登山とスキーなど、リゾート地として賑わう。この町の北側にはオーストリア最高峰のグロスブロックナー山がそびえ立ち、雄大な山岳地帯、アルペンルート近くにあり、 素朴でこじんまりとした市街地を形成している地方都市である。南に行けばイタリア国境で南チロールに至る古来イタリア、ローマに向かう交通の要衝である峠となる。以前はオーストリアの領地であった南チロールがイタリアに割上されたが、このリエンツは今ではオーストリアの山岳地帯の南端にあたる。街を見下ろすブルック城はゲルス港の居城であったが、 現在は東チロル郷土博物館となって公開されている。そこには東チロル地方に伝わる民芸品や民族資料や高化伝来の収集品やこのリエンツ出身の農民画家アルビンエカーリエンツの作品も展示されている。街の中心はハウプト広場であり、この広場を取り囲むように華やかなホテルや商店が立ち並び、夏は避暑地として冬は ウィンタースポーツの基地として発展した。街を東西に流れるイーゼル川北岸には15世紀に建てられ16世紀に改築された東チロル最高のゴシック建築のアンドレ教区教会である。ありがとうございます。